数ある家計簿アプリ、まあ、結構マネツリーさんとかマネフォワードさんとか、まあ、そういったところが大手どころにいる中で、この、まあ、あの市場といいますか、まあ、PFM も含めてあの家計簿アプリ市場に進出されたと思うんですけれども、特におしょりさんが優れているとあの考えられる点は一体どのような点でしょうか。はい、ありがとうございます。まあ、これは完全に、家族の課題にフォーカスをしたというところが、あのその下あるところかなと思っております。まあ、あのお金の家計簿というサービスはたくさんありまして、それぞれ、金融のデータを取ったりとか、あるいはこう手入力で入力して管理をするという、まあ、BSPL の管理ができるというのはよくあるサービスではあるんですけれども、このまさに先ほどもお話しさせていただきましたけれども、この家族の中間をどう構造的に作っていくかというところ、ここはですね、またあの少し違った課題になっていまして、ただ単に今月足りる足りないの話ではなくてですね、どう夫婦の中で平等性を持ったりとか、あるいはこう、独立性を持ったりだったりとか、あるいはきちんと生産ができるだったりとか、まあ、平等に戻していくですね、というところはあの非常に大きな課題になっておりますので、まあ、そこのソリューションというのにフォーカスを当てた、まさに家族向けの機能をたくさん盛り込んでいるというところは、まさに弊社の強みかなというふうに思っております。なるほど、ありがとうございます。確かに今お話を伺っていて、なんかそういう個人の資産管理、個人だけに特化をしている資産管理、支出管理とパートナーも含めた支出管理って実は同じようで全然違うものってこう考えられるということですよね。そうですね、うん、なるほど、ありがとうございます。まあ、今教えていただいたところにちょっと関連するんですけれども、そのペアリングに特化していらっしゃるこう理由というか、そういったところをちょっと教えていただきたいんですが。ですね、これはのその前の質問で話させていただいたところをほとんど、まあ、被るんですけれども、はい、まさにこの家族と個人と個人の中間層のところ、うん、ここの構造を作るというところがあの非常に重要なところだと思っておりますので、うん、ここの、まあ、あの子と子の間にするお金、ここのオペレーションをうまく回して、かつ、このセンシブなお金をまあ、スムーズに回していくだったりとかというところをですね、まあ、プロダクトのところに落とし込んで、そしてこうお金が前向きに回っていくというところを作っていくところですね、ここがまあペアリングの、 あの非常に重要な観点だと思っておりますので、それでまあ我々はこのペアリング、まあ、これは今は特にミレニアル層のご家族にフォーカスされておりますけれども、まあ、当然これは先ほどお話した通り、家族もそうです、子どももそうですし、親もそうですし、うん、まあ、そういったペアリングというのは多種多様ございますので、まあ、そういった中間層を、作っていくというところがまさにこの我々の、まあ、チャレンジングな部分だというふうに思っております。なるほど、ありがとうございます。で、あの、まあ、そんな中で、あの、まあ、私の聞いた話なんですけど、結構20、30代の女性の方とかって、あの給料日になると ATM から現金引き出して、それこう封筒に入れて分けて管理してるみたいなやり方をしてるっていう風な話を聞いたことがあって、なんかそういうアナログで、まあ、まあそこは個人だと思うんですけど、個人とその家計管理をしてる方々ってなかなかこうデジタルに移行しづらいみたいなボトルネックをちょっと伺ったことがあるんですけれども、そういったところに関して宮本さん、なんか感じられてることありますか？その移行の難しさですとか課題とか。そうですね。まあ、これはですね、まあ、確かにこう、日本において、これまで現金主義というのがやっぱり非常に多くて、うん、なかなか気はしないですね、進まなかったというところがやはり多かったんですけども、まあ、昨今は特に、まあ、PayPayさんとか含めてですね、キャッシュレスが増えてきたことによって、まあ、必然的にこう、デジタルデータに変わってきていってます。なるほど。今までは現金のマネジメントだったのがデジタルデータに変わってきているので、まあ、このデジタルデータをきちんと取り込んでいただいて、で、それをさらに、まあ、予算なり、あるいはキャッシュフロー管理という観点に、まあ、置き換えていくとですね、まあ、必然的に今の、まさに、封筒管理と呼ばれるものですね。まあ、これも、企業キャッシュフロー管理ですので、うん、そうですね、封筒に入った3万円という中でやりくりをするみたいな、キャッシュフロー管理になりますので、うん、まあ、それをデジタルの方に落とし込んでいく。あとは、まあ、大きなところは、まあ、そういったユーザーの非常に大きなニーズは、3万円以上は絶対に使いたくないっていう観点だと思いますので、うん、まあ、じゃあその3万円を超えるところをどう抑えていけるかっていうところの仕組み、まあ、こういったものは単なるそのなんですかね、家計簿アプリができないところだったりしますので、じゃあそれは別のカードで管理をするのかというところで、まあ、金融サービスを連携しながらそういったものを作っていく必要があるのかなと思います。なるほどですね。そうすると、はい、まあ、あのキャッシュレス率が進めば進むほど
デジタルデータが生まれやすくなって、まあ、管理そういったアプリなどで管理していくニーズも大きく生まれてくるだろうということですよね。そうですね。なるほど、ありがとうございます。で続きまして、まあ、今回そのおしどりというアプリを進められている中で事業の収益化をどう考えていらっしゃるかというところを伺いたいんですけれども、はい、弊社のビジネスモデル大きく3つございまして、1つが B2C 向け、まあ、お客様向けのサブスクリプションサービスになっています。まあ、これはプレミアム課金と呼ばれる機能を提供しておりまして、まあ、弊社のサービスは無料で使えるんですけれども、じゃあワンランク上の管理をしたいというユーザーに向けてですね、プレミアム機能をご提供しております。これは一つ目ですね。二つ目は広告ビジネスになっておるんですけども、これは我々のユーザーというのは20、30代でライフイベントが多いというところもありまして、まあ、結婚とか住宅購入とか、まあ、出産とか、まあ、様々なこうイベントがございますので、まあ、そこに合わせた広告というのをご提供させていただいているというところになっております。で、三つ目が、まあ、先ほど の資料でも説明させていただいた通りですね、サービス提供のところになっております。まあ、電力のところであったりとか、保険であったりとか、まあ、今後さらにこう金融サービスをご提供していきますので、まあ、そういった観点で、その金融収益、まあ、手数料というところですね、のところで収入をいただくと。こういう形になっております。なるほど、ありがとうございます。その、今おっしゃっていただいた3番目のところですね、おしどりのアプリの方から、まあ、そういったエネルギーのスイッチングの候補とかをご紹介して、実際に切り替えに至ったら、その、まあ、制約手数料みたいなものが入ってくる、そういうイメージですかね。そうですね、電力は、まあ、なんていうんですかね、なるべく我々も、今で言うまさにエンベッドファイナンスという形、うん、に近いんですけども、はい、まあ、ユーザーに、例えばその、比較サイトのようにポンポン出して、そこから選んでね、ではなくて、我々としてはなるべくナビゲーションしていきたいと思っておりますので、うん、ユーザーのデータベースに合わせて、必要なものを出して、それをなるべく、シームレスにつなげてですね、別のサイトに飛ばすんじゃなくて、なるべくシームレスに、そのアプリ内で完結をして、結果、ユーザーにとっても、コストが下がったよね、あるいはこう、より良いサービスを受けれたらね、弊社としても、まあ、そこに対して一部収益を得れた、まあ、そういったものを作っていきたいなと思っております。あ、なるほどですね。じゃあもう単純にこう比較してこっちの方がいいから、まあ、切り替えればいいんじゃないというよりかは、もうおしどりのアプリの中で最終的には申し込みを完結するぐらいのこうシームレスさで、それでこう節約を支援してあげるというふうな形ですよね。はい、そうですね、はい、あ、なるほど、まあ、それなんかあれですね、電気代とかなんかだと結構居住されてるそのお住まいの、 その地区とかによっても変わると思うので、まあ、そういったところで地域の電力会社との連携とかっていうものも考えられるそうですよね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。でちなみにおしどりのアプリの機能の中でちょっと気になっているところがあるんですけど、はい、ペアリングをしてこう使っていくと思うんですけども、はい、その自分の収入をですねパートナーへ知られたくないユーザーもいると思うんですね。ちょっとそこは伏せておくけれども、はい、まあ、共同口座でそのなんていう、まあ、共同口座と言いますか、共同のアカウントで、まあ、目標に対する貯蓄は一緒にしていきたいみたいな、支出は管理したい、でも自分の見せたくないみたいな、なんかそういった場合のですね、機能的な配慮ってあったりしますか？そうですね、これも先ほど資料でお見せしました。弊社のユーザーはですね、アプリをダウンロードしていただくとですね、2つのページを持つ形になるんですね。うん、1つが完全に自分の個人ページになりますと。これも自分のページで自分の、金融機関を登録して、あるいは自分の収支を登録したりとかするというような形で、これ完全なプライベートページですので、本当に一般的な家計バッグと全く一緒のページになるという形になります。はい、でもう一方で家族ページというのがあってですね、こちらはペアリング専用のページになってますので、ここの中でパートナーとペアリングをして、でこの家族ページの中に、例えば、じゃ子供の口座をここで管理しようと。あるいはこう夫婦で使っている、家族カードだったりとか、まあ、そういったものをここで、管理しようだったりとか、あるいは、立て替えたものだけを報告するページにしようだったりとか、というところで、この共有ページは本当に共有したいものをここで提供し合うページ。で一方で個人ページはもう自分のプライベートなページという形で、まさに自分の独立性、というのを保ちながら、さらに、きちんとシェアができる家族ページを持つことで、共有性も重要にしていると。というような観点でサービスをご提供しています。なるほどですね。ありがとうございます。じゃあそうすると、はい、じゃあ自分の収入とかちょっとかセンシティブな内容でパートナーに知られたくないっていうところはあくまで個人ページにだけ表示されていて、それをこう、はい、家族ページの方に共有しなければ、まあ、見られないと。
いうところで、あ、なるほど。じゃあ、そういったところもこう配慮しながら使っていくことができるということなんですね。最後になりますけれども、ここまでいろんなお話を伺ってきたんですが、日本でフィンテックがですね、こう発展をしていく上で、金融サービス市場における解決すべき課題は何だと思われますか？非常に難しい質問だと思います。そうですね、すいません。結構マクロが大きい。その金融サービスという観点でやはり大きく2つあると思っていまして、本当にこう手短な金融サービスですね、例えば決済であったりとか、まあ、送金だったりとか、あるいは商談のような商談拠点のようなサービスとか、はい、まあ、そういった小さなお金が動くものというものと、あるいはこう資産運用だったりとか、あるいは高額の保険の契約だったりとか、ある程度一定の大きなお金が動くものっていう、まあ、大きな二つの金融があるかなと思っています。で、前者の方の、まあ、簡易的な金融に関しましては、ある程度、まあ、これは金融というような、くくりですね。まあ、ここからいかに脱せれるかなと思ってまして、で、まあ、よく溶け込む金融と、まあ、エンベッドファイナンスもそうですし、はい、金融と思われない金融みたいなところも出てきているかと思いますけれども、まあ、これはまさにキャッシュレスが進んできたとか、あるいはポイント投資だったりとか、そういったよりこう身近なサービスが出てきて、さらに今年はまあエンベッドファイナンスが流行ってきておりますので、気がつけば金融をしていたよっていうようなものが進むことによって、まあ、解決するのかなと思っておりますので、あまりここは心配していないと思っています。でもう一方で、まあ、より高額なお金の金融ですね。ここがなかなか日本ではまだまだ進んでないのかなと思って、課題が強いかなと思っています。で、先日日銀さんのサービスが資金循環統計の中で、貯金から投資がやっぱり全然進んでなかったみたいなところが出てたんですけれども、ね、まあ、これもやはり、これだけフィンテックと言われながら、結局進んでないなみたいなところも、まあ、あってですね、まあ、これはその根本的に、リテラシーの問題とか、もろもろあったりは、するんですけれども、まあ、やはり最終的な課題は、まあ、ユーザーがその企業にお金を預けたいかどうなのか、まあ、任せたいのはどうなのかかなと思っております。で、なかなかここはですね、まだユーザーが本当に自分たちのお金を投資もそうですし、貯金もそうですし、保険もそうですけれども、もう完全に任せきるというのができてないと思っていて、まあ、ここはやはり解決していく必要があるのかなというふうに思っています。で、まあ、ちょっと少しずれるんですけども、例えば、ロボアドバイザーっていうのは、なんかそこを少し違う視点で入ったのかなと思ってまして、ユーザーは自分のリテラシーが低いので自分も信じられない。けども、企業が言っていたのを、まあ、それはそれでなんか本当なのか、ね、信じられない。じゃあ何を信じるかというと、じゃあノーベル賞受賞者のこうアルゴリズムを信用するっていうのはこう一つの解決かなと思っていて、まあ、そういった中、このユーザーにとって信用すべきものというところ、これをどう作っていくかなというのが、やはり高額系の金融サービスをするにあたっては重要なのかなと思ってまして、まあ、おしどりも、今後ご家族の中の金融というのを動かしていきたいなと思っておりますので、じゃあ弊社もユーザーにとって、家族のお金だったら、まあ、おしどりに任せたらもう間違いないよねっていうようなですね、サービスだったりとか、企業体質っていうところが必要かなと思ってまして、まあ、ここを、まあ、作っていくのがやっぱり非常に難しいんだろうなというふうには今思っています。なるほどですね。やっぱりその一番最初の、特に消費者の心理的なハードルですよね。先ほどロボワードのところでおっしゃられたように、こう、自分も信じられないから、じゃあ果たしてどういうふうに、じゃあ例えば資産形成していけばいいかってなると、何か心の拠り所というか、頼るべきものがあって、まあ、そこから入り口として入って、で、まあ、慣れることによって、その先にも進んでいくっていう、最初のハードルをいかに、落としてあげるかっていうことが重要になりそうですよね。そうですね。はい。本日は、おしどりの宮本社長にお話を伺いました。宮本様、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。